こんばんは、三輪忍です。この動画は数分間謎解きミステリー鳴神愛理の回答編です。問題編をご覧になっていない方はそちらを先にご覧ください。それでは回答編始めさせていただきます。問題は、アイリが目撃証言の信憑性を疑った理由は何かでしたが、回答はメガネです。解説に行きましょう。あなた、本を読むときはメガネをかけてますか？いいえ、外してますよ。弁護士、関係ない質問をするな。関係があるんですよ。目撃者はしおりを見るときメガネを外していた。しかししおりを見終わったらメガネをかけた。このことから手元の小さな文字を見るときはメガネを外して、その他のときはかけていることが推測できる。つまり本を読んでいたという状況ではメガネを外していた可能性が高い。そして日常的にメガネをかけているとしたら、道路の向こう側の路地裏から走り去った原付の運転手の顔やナンバーを正確に見れるほどの視力がない可能性が出てくる。つまり彼女がメガネを外している時の視力がはっきりしないと目撃証言の信憑性が怪しいと思われます。証人、どうなんですか？裁判長の言葉に顔を曇らせる目撃者。嘘をついてもすぐにバレますよ。私の一言がとどめになった。私がいた位置からは犯人の顔をはっきり見れるほどの視力はありません。つまり嘘を認めるんですね。はい。この一言により事件の再調査が決まった。後日証人を弱みで落とし嘘の目撃者に仕立て上げた真犯人が逮捕された。さて、いかがだったでしょうか。この動画では皆さんからのご意見ご感想など募集しております。また一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも募集中です。メールやツイッターなど概要欄に書いてありますのでそちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださってありがとうございます。お相手は三輪忍でした。おやすみなさい。